コルームラジオ。ココルームラジオ。皆さん、明けましておめでとうございます。天行です。新年いかがお過ごしでしょうか。ココルームは皆さんのおかげで、去年1年間を無事に走り終えることができました。本当にありがとうございました。今年がココルームにとってどういう年になるのか、僕たちも想像がつきませんが、それでも毎日出会いと表現の場を開き続け、そこで起きる出来事や、そこに来てくださる人たちと誠実に丁寧に向き合っていきたいと思います。新しい年に新しい名前で、新しいメンバーたちと、新しいチャレンジに向かって船出するココルーム。今年も皆様の応援をどうぞよろしくお願いします。それではココルーム代表上田かなよさんから皆様へのメッセージです。皆様、明けましておめでとうございます。2022年が始まりました。お元気にお過ごしですか？ココルームの年末年始、相変わらず越冬という活動がありますので、休むことなく、開いていました。餅つきをしたり掃除をしたり、越冬にいらっしゃる皆さんの情報交換の場となって、バタバタ、過ごしています。年末の、26日の鎌ヶ崎芸術大学学生自治総会でお話もしましたけれども、改めてここで発表したいと思います。ゲストハウスとカフェと庭ココルームを、ゲストハウスとカフェと庭鎌ヶ崎芸術大学と改名します。この場所の意味や物語に変化が起こることを信じて、ココルームの法人としての正式名称は変わりません。特定非営利活動法人声と言葉と心の部屋、定款に記していますけれども、略称は NPO 法人ココルームです。鎌ヶ崎芸術大学は2012年に始まりました。鎌ヶ崎という町を芸術大学に見立てるという考えです。ところが、2014年の横浜トリエンナーレに出た頃から、ココルームよりも鎌ヶ崎芸術大学という名称の方が知られるようになってきました。当時も今も365日オープンしているココルームがあってこそ、鎌芸が成立していると私たちは思っています。ですから特に施設名を変更する気持ちはありませんでした。けれど想像以上に早く鎌ヶ崎の町は変化します。元日雇い労働者のおじさんたちの高齢化、そして死、インバウンドによるホテルの急増、町は変わっていくのだけれど、関西におけるこの町への忌避のイメージは根強く、変わりゆく町とそのイメージの間は遺憾とも埋めがたく、ともかく鎌ヶ崎にこの町に立ち会って出会ってほしいという気持ちがますます強くなっていきました。そう考えると、ココルームという何をやってんのかわかんない名前よりも、鎌ヶ崎芸術大学という名前の方が、この場が何をしようとしているのかは伝わりやすいと考えたんです。足を運んでもらいやすいのなら、ここ鎌ヶ崎芸術大学へ。名前は大事ですが、大して予算もないので手書きの看板を作る程度です。2022年4月1日、鎌芸の看板を表に出そうと思っています。喫茶店のふり、ゲストハウスのふり、芸術大学のふりも加わり、つまり生きるために食べて、
眠って止まって、出会いと表現の場としてのココルームの多分第4期が始まります。図らずともスタッフ体制も新しくなり、人手不足のためキッチンもソーシャル化し、風通しの良い場作りに努めます。今後とも一層のご関心を寄せていただきますよう、お運びくださいますようお願いいたします。今年も良い一年にしましょう。それではまた。新しいものを作ろう、新しい歌を作ろう。今日お届けするのはココルーム恒例の年末年始の餅つき大会の音です。ココルームの庭から勇壮な太鼓と掛け声が聞こえてきました。いろいろありますが、僕たちはこれからも声を出して元気を出して、みんなで力を合わせてココルームを盛り上げていきたいと思います。皆様にとって新年が素晴らしいものでありますように。それではまた次回のココルームラジオで。良い日をお過ごしください。さあ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 